周りの目が気になってやりたいことができない嫌われたくないから言いたいことが言えない頼まれたら断れないあなたは本音何割で生きていますか本音9割で生きるためには5つのステージがあるんです今日はそれを解説しましょうはいおはようございますライフスキルティーチャーのミスターカチです 本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介しています。はい、ということで、えっと、突然やけど、僕のミッション、僕が心からやりたいこと、一番やりたいことっていうのは、社会で自己発揮できる人を増やしたい。夢中になって生きる人を増やしたい。 誰もが最高の自分を表現して生きる喜びにあふれたそんな世界を作りたいんです学校の中だけじゃない会社の中だけじゃない学校を卒業してもスポーツをやめても社会に出てもコミュニティでも家族の間でも友達の間でもいつでもどこでも自分らしく輝けるそんな社会を作りたいこれが僕のミッションです本音9割で 生きるとということですなぜおカっが、なぜ俺がそれをやりたいと思ったのか。それは30歳になるまで本音で生きることができなかったからです。本音1割、縦割り、縦前9割の人生だったから。やりたいことがない。 やりたいこと見つからへん。夢中になって生きられへん。言いたいことが言われへんし、結果を出しても出しても、全然心が満たされへん。毎日おもろくない。そんな人生が嫌やったから。だから僕は、本音9割の人生に憧れた。そう。で、今僕は、本音1割から本音9割に、ちょっとずつステップアップすることができました。 その経験を通じて、本音で生きるためには、5つのステージがあるって分かったんです。本音1割から、本音9割。自分なんて無理やって思ってる状態から、自分ならできる。そして、自分らしく輝こうっていうステージに上がっていく。そのためには、ここにある5つのステージが あるっていうことが分かったんです今日はそれを解説しましまょうこの動画を最後まで見ていただいたら自分なんて無理やって思ってる人言いたいことが言えない嫌われるのが怖いって思ってる人がどうやったら自分なんてできる自分だからできるしやってみようそして自分らしく輝くことができるのかっていうふうに本音9割になれるのかっていうことが頭で理解できるようになりますそしてそのためには何が大事なのかっていうことも分かります はいですので最後まで聞いてくださいちょっとねセットしましょうこれねマックスくん僕のお気に入りでの友達ですよマックスくんねはいちょっとお茶飲みましょうはいということで はい本音9割で生きるための5つのステージということです、えー、ここに書いてる通おりまずファーストステージは自己否定そして次は自己授業そして自己肯定 自己解放、自己発揮という形で、社会で自己発揮ができるようになっていくというふうに僕は考えています。まず最初の自己否定。これはね、自分なんて無理やっていうステージです。狭い世界でしか活躍できへん。教室やったり、スポーツやってる時とか、テストの時だけしか活躍できない。そして世界にいる人たちはみんな敵なんだ。そして人とはなかなかつながらへん。つながってたとしても信用できてない。まあいい顔はするけど、自分の本音を出せてないし、相手 の本音もわからないいっていう状態そしてハフトゥーがたくさんあるんですよやりたいっていうワントゥーじゃなくてハフトゥーがたくさんあれやりたいこれやりたいじゃなくて諦める人生これが自己否定ですこれ僕ね中学高校小学校中学高校というのがまさにこの自己否定のステージですよ僕が一番大好きなバスケットボール時間もエネルギーも魂も全てを注ぎ込んだバスケットボールというスポーツで僕は 全然試合に出ることができなかった。結果を出せなかったんです。認められなかったんです。どうでもええ存在やったんです。そんな、なんやろ、自分なんて役に立たないっていうその環境でずっとずっといて,いていたもんだから、どんどん自分に自信がなくなっていくし、自分のことが嫌いになっていきました。で、そのうち、自分なんて無理やっていうのが口癖になったんですよ。 で自分なんて無理やっていうのが口癖になってそのその,そ,のそれをずっと繰り返してったらね言い訳を見つける天才になったんですよ。そうだから自分が無理なことが無理っていう状態をね受け入れるのがつらかったから無理っていうことをの理由を見つける天才になったんですよ。今回試合を出られなかったのは僕がこの腰痛やったから出られなかった、うん、なんかうまいパフォーマンス出せなかったのは、えー、地面が滑ったから うん、なかなかシュートが上手くなれないのは先生の教え方が下手やからっていう風に自分ができない言い訳を見つける天才になったんですよでそのうち本気でやることもやめちゃいましたはい本気でやっていないから試合に出れていないその言い訳を手に入れるためですで本気でやらなかったら上手くならない成長しないじゃあ試合にも出れない悪循環ですよね そして周りからも嫌われる居場所がどんどんなくなりましたそして僕が高校2年生の時に大好きだったバスケットボールをやめてしまったんですはいまさに自己否定のステージでしたはいそして自己需要のステージこれはねえー、ダサい自分が好き 自分が何が得意で何が苦手なのかって強み,強みと弱みを知ってできない弱みっていうのを言い訳するんじゃなくてちゃんと受け入れるあこういうのが苦手なんだこういうところが自分はまだできていないんだっていうふうに受け入れるステージですねで自分の気分をどんどん良くしようっていうステージですよ他人の顔色を伺うんじゃなくてまずは自分の気分を良くしようっていうステージで僕は人とは違うけれどもみんな違ってみんないいんじゃないかっていうステージであったりとか自分が思っていることを 素直に相手に伝えられると。 いうのがこの自己需要のステージです。まさに大学の1年生、2年生がこの時でしたね。もう中学、高校何やってもあかんかったから、大学っていうのは僕のラストステージですよ。最後のチャンスですよ。このチャンスで行かせなかったら、僕はもう社会に入ったらもう落語者やって、もう全然幸せにならないし、成功もできないし、うまくいかない。そのうまくいくための最後のチャンスがこの大学時代なんやって。ちょっと腹水出てた。 鼻水、ちょっとこうかはいそういう風に思ってねそういう風に思ってこうちょっとねパっとこうずれた見えるかなはいそういうような気持ちを持って1年生と2年生は過ごしてましたよで大学入って僕すぐにラクロスってスポーツやったんですよラクロスって知ってますか ラクロスってあの棒の先にちょこんと網がついてるやつですはい網がついてるやつなんですけどそれをね始めたんですでそれなぜやったのかって言ったらあれですよ大学から始めるからですよみんなスタートラインは同じです今からバスケットボール今からサッカーやって難しいじゃないですかもうだって小学校中学高校でずっとやってきた人がいるからそこは勝てないんですよでも大学から始めるスポーツやったらそこからの努力次第で全てが決まるそこから頑張れば日本代表にもなれるそう思ったから僕はラクロスっていうスポーツを選んだ ですよラクロスというスポーツにかけましたで1年生と2年生はねもう努力しましたよやれることは全部やりましたそしてこの第3ステージに入っていくわけなんですよ 自己肯定ですこの自己肯定には自分だからできるっていうステージですよ。その1年生、2年生、もう死に物のぐらいでラクロスをやったら少しずつできないことができるようになっていくんです。ちっちゃなことができた、あれできた、あれできたっていうところに達成感ですよね。で、できることをたくさん見つけていくと自信がぐんぐん上がっていくんですよ。そうなれば自分だからできると思って大きな目標をたあ,のあのね、えー、設定できるようになってそして大きな目標を達成すること,ことでもっと大きな目標を設定る 徹底できるようになっってちょっとずつね自分のここととを信じるるができきようになってきたで自分らしく生きれるように少しずつなってきたんですよ。これが自己肯定のステージです。で自己肯定のステージっていうのはなんとなくできそうっていうふうに思えたりとか自分はこのチームに必要とされてるここにいていいんだっていう所属感があったり相手のことも信じられるだからパスができるであったりとかねいつもご機嫌である気分がいい状態不安がない状態ですね。で人から嫌われることを恐れないチームは勝つためにはこれが必要 うなんだっていうふうにちゃんと言いたいことが言えるようになってくるステージです。これが自己肯定です。はい、この自己肯定のステージがねだいまあ30歳ぐらいまでここのステージでしたね。まあ、自己否定に行ったり来たりしながらですけど 1, 1と3を行ったり来たりしながら少しずつまあ自己肯定の自分ができることの輪っかが広がっていったってイメージです。そそして第4段階それが自己 解放ですこれは会社を辞めてからこうでなりましたね僕で言ったらこの自己解放っていうステージは決められたレールじゃなくてレール以外のこともどんどんやってみようっていうステージなんですよ、はい、好きなことにまあ夢中になるしでそれ以外のことでもやってみたいことはどんどんそのレールを外れてどんどんやってみるで鼻水がちょっと止まらへんな,いなちょっとここかはいすいませんはい 自分が好きなことに夢中になるとか自分だけの才能とか天才性を見つけてそれをぐるん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 で磨いていくっていうステージそして自分はこれをやりたいっていうミッションを見つけてそのミッションのために道を引いて一歩一歩進んでいくっていうことであったりそのミッションを進んでいくために一人じゃ無理やん一人で無理やんじゃあチームを作るんですよこれがデザイナーが必要だったらデザイナーそして先生が必要だったら先生来てもらってマネージャー必要だったらマネージャー来てもらってチームを作ってそのチームをって チームでミッションに向かって進んでいくっていうステージ、まあ人と比べない、そうなりうる最高の自分を目指すんですよ。自分にはなれない自分もある。AKB になるって無理じゃないですか。でなんやろ嵐に入って無理でしょ。今今からオリンピック選手になるの無理なんですよ。あのなりたい自分になるっていうのは難しいかもしれないけど、自分の中の最高を目指すことはできるんですよ。なりうる最高史上最高の自分になることはできるんですよ。自分の努力次第で、そのなりうる最高の自分を目指して一歩一歩進んでいくっていうのはこの。 第4ステージです。自己解放、そして最後のステージが。自己発揮です。はい、自己発揮っていうのは自分らしく輝くということですね。広い世界で今ここ。 自分が作ったレールの上だけじゃなくてレールを降りてもいつでもどこでも自分の力が発揮できているで世界は味方なんだで世界中の人たちとつながってハフトゥーじゃないやりたいあれやりたいこれやりたいっていうのワントゥーが、えー、たくさんあってワントゥーに囲まれているお気に入りに囲まれている生活ですそして自分が決めたことをやり抜くっていうそういう人生ですよねこれが自己発揮ですこれがねまあ大体ちょっとずつ僕がここになってきたかなっていうことです、まあ、自己 解放と自己放と発揮の間ぐらいですねまだこの狭い和歌山っていう世界の中でちょっとずつ自分の力が発揮できているってことなんでここから僕は今これから本を出したりとかこの YouTube っていうのをたくさんの人に見ていただけることで自己解放から自己発揮にステージをこう移動,移動 移動というかステージアップしていきたいなっていうふうに思ってるんです。はいということでこのように本音で生きるためにそして自分らしく生きるために最高の自分を表現して生きるためには5つのステージを、えー、レベルアップしていくことが必要だよという話でしたね今日ははいまずは自己否定です自己否定っていうのは自分なんて無理っていうステージですねこう自分なんて無理っていうステージからダサい自分が好き弱い自分も好きなんだって自己需要ができそこから、えー、あれやってみようこれやってみよう とということで、えー、自分だからできるという自己肯定のステージを経てそれから自分をどんどんこう解放していくというステージを踏んでからの自分らしく輝くというステージですねはいこの1から5つのステージあなたは今どのステージにいますかはい僕は今こう4と5のステージにった30まではこの自己肯定とか自己否定を行ったり来たりしてましたあなたはどうでしょう今どのステージですかはい 例えばあなたが今自分なんて無理やと思っててもちょっと自分だからできるっていうふうに思ってたとしてもこの誰でも1から5にいけます本音1割で生きているあなたも言いたいことが言えないそしてやりたいことが見つからないそんなあなたも言いたいことが言えてやりたいことにあふれた自己発揮のステージにいけるんです、はい、どうやったら1から5にいけるのかそれが ライフスキルなんですライフスキルっていうのは目には見えないけれども大切な生きる力ですよねいつでもどこでも自分らしく輝く力それがライフスキルなんですそうライフスキルを身につけてまずは自分とはいちょっとねブチって切れちゃったんで続きをやりたいと思います、えー、自己否定から自己発揮に行くため自分なんて無理から自分だからできるそして自分らしく輝くに行くためには何が必要なのかそれは ライフスキルですライフスキルとは目には見えないけれども大切な生きる力僕の言葉で言えばいつでもどこででも自分らしく輝く輝力です、はい、このライフスキルを身につければ誰でも本音9割にの人生を生きることが できます自分だからできるそして自分らしく輝けるそんな人生を手に入れることができるんです。ライフスキルそれはまずは自分を知るということですね。自分ととつながるとも言えます はい、自分には何があって何がないのか強みと弱み得意なところと苦手な部分それをちゃんと知って受け入れるということで自分がやりたいことを見つけるということですね自分ができることをやりたいことそして自分だからこそやってみたい自分のミッションであったりその自分のことを知るということ自分とつながるこれがまずファーストステージですねそして自分とつながったら次は人とつながる自分が言いたいことを言いながら相手もちゃんと尊重するということ ね、自分には今どういう人が必要なのかっていうことをちゃんと知った上で相手とつながるということこれは人とつながるそして3つ目は、えー、夢を実現する人とつながってチームを作りましたそのチームと一緒にどういうミッションどういうビジョンを掲げて、えー、どういうふうに道を作ってやっていくのかああでもないこうでもないって協力しながら一歩一歩進んでいくそしてその進んでいく過程ではトラブルが起きたり問題が起きますじゃあその問題とかを解決する 力これが4つ目ですねトラブルとか問題を解決する力であったりイライラしたり怒ったり不安になったりそのするその気持ちをコントロールする力これが4つ目ですこのようなライフスキル自分とつながる人とつながる夢を実現するそして問題を解決するこの4つの力を身につけることができれば自己否定から自己発揮に自分なんて無理から自分らしく輝くにいけるっていうふうに信じていますでこの YouTube の動画では このチャンネルではね、そのライフスキルをに皆さんに身につけてほしいっていうことで、ライフスキルが学べるような動画を配信していきたいと思ってます。えー、ですので、ちょっとでも興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。でね、ね今回の動画も参考になったなとか、楽しかったなと思う方は、ぜひ高評価ボタンを押してくれたら、本当に励みになりますので、よろしくお願いします。えー、こんな感じでね、えー、このミスターオカッチのチャンネルでは、 本年で生きるための行動習慣とか、えー、ライフスキルを紹介しますのでこれからもよろしくお願いしますはいマックスもね今日頑張ったねはいということで、えー、それではワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイ、うん、こんな感じでね